こんにちは。アットコスメ編集長の篠田です。アットコスメがお送りするビューティートーク。今回のゲストはデザイナーの菊野さんにお越しいただきました。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。お願いします。菊野さんと私は、私が前いたメディアの時に大変お世話になりまして。はい、こちらこそ。<laughs> そこからのお付き合いなんですが。はい。 ご自身のブランド、パープルシングスというブランドをやられていて、はい、そのデザイナーをされているっていうことなんですが、はい、簡単に菊野さんのまあデザイナーだったり、他の活動だったり、何か自己紹介があれば教えていただけますか、はい、はい、菊野と申します。<laughs> よろしくお願いします。私はメインは、そうですね、メンズブランドのパープルシングスというブランドをやっていまして、それのディレクターとデザイナーを、うん、 しております、うん、で最近はちょっとクリエイティブ他のブランドのクリエイティブだったりとかうん、うん、そういうとこに関わらせていただいたりとかあとはモデルのおお仕事とかも少ししさてていいいたただりしております、うんうん、はい、あと私は本当に菊野さんの YouTube が大好きで,うで、ね、言うの忘れる <laughs> <laughs> 最近 YouTube を始めました、うん、なんかあの雰囲気すごい大好きです私本当ですか、うん ありがとうございます、はい、<laughs> いろんなことをされてる菊野さんなんですけどデザイナーになったきっかけとかをズバリ聞きたいというよりも、はい、菊野さんが何を考えていろんなこう活動をされているのかっていうのを私は聞きたいなと思って <laughs> 何を考えて <laughs> 言い方ちょっと変なんですけど何も考えてないかもしれないいかしれお洋服作ったり、はいまあ、いろいろ SNS で発信したりモデルしたり、はい、クリエイティブの仕事したりってどういう こととをしたいなとか何を表現したいなとかあると思ううんでですすけど、うん、そうですねなんか何をしたいっていうのは本当に後から後から見つかってったものばっかりで、うん、それこそ YouTube 始めてなんかこう撮影したりとか編集したりとかがすごく楽しくなって、うん、映像の仕事をもっとやりたいなだったりとか、うん、そういうところから結構ポンポン生まれていって。 いい生していってるってっっるう感じなんですけどそうですねそれぞれ結構自分ができることというか自分がなんかあ昔からこういう節があったからこういうのがあってんのかなとかそういう本当自分本位で考える感じですかね自分の興味のある方に進んでってるだけっていうところはあります。 私がすごい菊野さんを見てて思うのが、まあ、そ,のその時の好奇心だったり、うん、興味のアンテナに沿って動いてるって今お話しされてたんですけど、はい、何かこうブレなないいい軸みたののがあるるってすすごい感じるんでんか髪の色を変えたりしたとしても、うん、伸ばしたりしたとしても <laughs> 菊野さんっていう何かブレないものがすごい魅力なんじゃないかなって感じてて。 そうですね,ですね自分では本当に気づかないところだったんですけどそれも周りの方からそういうふうに言っていただく機会がすごく YouTube を始めたりとか、うん、まあインスタ見ていただいたりとか、うん、自分の仕事を通してそういうふうに言っていただくことがすごく多くて、うん、でそうですね本当に自分は言っちゃえば自然体でいるだけっていうか。うんうん こういう理由があってとかそういうことではないんですけど単純になんかすごい多分自分をすごい大事にしてて自分がすごい好きだしうん、うん、自分が気持ちよく生きることが好きだからっていう本当に単純な理由なんですよね、うん。<laughs> すごい多分今って結構みんな何だろうなコロナとかもあるし結構精神的に辛いっていう人もね、はい、結構いらっしゃると思うんですけど。うん 今菊野さんが「自分のこと大好きだし」って言い切ったのはすごいなと思って、うん、例えばみんな悩んでるのが、うん、よく自分を大事にしようよとかうん、うん、自分のことをもっと愛してあげようよって、はい、結構メッセージでは発信がたくさんされてるんですけど実際どうやるのっていうのが分からない人多いんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、なんか菊野さんなりの大事な仕方ヒントですかそれこそ この間 YouTube でちょっと話した話で、うん、反響がすごくあった話があってそのコロナ禍でこの1年で私も相当変わったと思うんですよ、うんまあ。より自分のことを考えようっていう意識が強くなったというかうん、うん、まあなんか他人のことを他人のことをっていうかこう自分の周りの人のことを考えるのはもちろん大事だし。 自分の周りの人を幸せにしたいという気持ちは大前提としてあるんですけど、うん、でもなんかそれこそ人って人でしかないくて自分って自分でしかないからなんかこう自分のことに集中するのが一番自分のためだし、うん、それ以外のことって本当に無駄じゃないけど、うん、する必要ないんだなっていうか。うん 無理に人に人合わせる必要もないし自分が行きたい方向に行っていいしそれに対して周りの目を気にする必要って本当にないっていうふうに昔から思ってたんですけどうん、うん、それがこの1年ぐらいですごく強くなってそれによって自分がすごい強くなった部分もすごくあるのかなと思うんですけど何ですかねそれにそういうふうにみんなが思ってないとか。 みんんながそういういところで悩んで悩るみたいな時に私の言葉が私は自然にそういうふうにたまたまラッキーでそういうふうに思えた人間だったからよかったけどそれをみんなにシェアすることでまあみんなが元気が出たりとか単純になんかああそういうふうに気楽にもっと思っていいんだなみたいなふうに思ってくれればいいなと思って YouTube も始めたんですよ。 私みたいな人を見,見てって欲しいかな自然体でいいんだよ、うんうん、自然体でいいんだよっていうのはなんかそのまま思ったままやってるし、うん、か自分がいいなって思う人だけ見てればいいよって思う自分もそういうふうにしてるしだからといってなんかその人だけに影響を受ける必要もないしなんだろうじ本当全部自分本位で考えていいと思うんですよね。うんうんうん なんか自分の意見でいいし。うん、なるほどね。はい、<laughs> なんかすごい難しいんですけど。いやいやいやでも、菊野さんが、は、この人見ていたいなとか。っていう人って、なんか、いたりするんですか。この人素敵だな。あ、でも、なんか。それこそ。昔から、なんか。本読むのが、すごい好きだったので。うん、例えば、なんか、ざっくり言うと。成功者。 うん、と言われる人たちの自己啓発本みたいなとかあるじゃないですか。こういう生き方をしましたみたいな。そう,そう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 。うん、そういうのとか読むのとかもすごい好きで、うん、昔から。うん、まあとにかくモチベーションを上げてこうよって自分ですごいずっと思ってて毎日。なんかそうじゃないと楽しくなくなるから、うん、そういう成功してる人とか自分がいいなって思う先輩とか両親とかもそうですけど。うん 尊敬できるなってところがある人を一番身近で見たりとか聞いたりとか本読んだりとか、うん、そういうのはすごい大事にしてますね、うん、確かに何か本ってめちゃくちゃ今こうテクノロジーがいっぱい発達した中ですごいオールドメディアみたいな感じになっちゃってるけど実はすごくいいですよね。そうですねやっぱ、うん その人の書いた文章にはその人なりの強さがあるというかまあしゃべる YouTube 通してポッドキャスト通してとかももちろんそうなんですけど文章を読むのがもともと好きだからっていうのもあるんですけどねなんかその人なりの強さをそこからすごく感じ取れるから好きで最近読んだ本で「ドロップアウトの偉い人」っていう本があるんですけどもうすごい。 20年前ぐらいのの本なかもうそれこそ本当その名の通り偉い人がドロップアウトした経歴みたいな今までの経験だったりとかこういうことしてきてこういう人になったよっていうのがある本なんですけど、うん、そういうのを読んであこういう人たちもこういう経験したんだなとかその人の人生をちょっと知るじゃないですけど。 あれですよね、いわゆる成功してる人たちっていう本を読んでみると本当に失敗とか全然ダメっていうか、うん、全然、ね、そうじゃない時期もいっぱいあるっていうのが気づけますよねうん、うん、本を読むと。そうですね。うん、だからそれをなんか自分に当てはめてみるじゃないけど、うん、あ自分もこういう時期があったなとか、うん、あでもここまで来れるんだなとかっていうのをシンプルに感じるってすごい大事かなって思いま 思いますね、うん、とにかくそうですねネガティブなもの人周りに置かない聞かない、うん、触れないうん、うん、を自分は大事にしてますああでもそれ結構大事かもしれないすぐスマホ見ちゃうと、うん、ねネガティブなニュースって山盛り見れちゃうから、うん、もうニュースのアプリとか 持ってないですもん,ん見ないしネットニュース見ないし、うん、テレビもそんなに見ないし、うん、嫌なニュースやってるなと思ったらすぐ買えるしあんまりそういうのになんか触れる必要ってあんまりないのかなってそう、ね、思いますねそうそう意外とそのスマホで見た情報とかって軽く見てるつもりだけど心に結構影響しそ、うん、し,しますもんねですね、うん、もう SNS とかそうじゃないですか、うん やっぱ SNS をすごいネガティブに捉えちゃう人って絶対やめた方がいいっていうかならやめたらいいしなら見なきゃいいしどんどん人アンフォローしてったらいいし自分の気持ちいいスペースにしてったらいいだけのことだからなんかみんなやってったらもうちょっとポジティブにじゃないけどなれるのかなとは思いますね。 そうですよね、だって私、うん、推しの専用のアカウントをインスタで作ってて、うん、もう幸せにしかならない間違いない <laughs> はーはー推し見てればず <laughs> もうずっと幸せですから、ね、もうそれでいいんですよね,ね、うん、幸せだけ感じられるようにしましょうっていう感じですかねじゃあ,あと菊野さんに伺いたいんですけど、まあ、これは「アットコスメのポッドキャストなので、はいまあ、ビューティーについてちょっと伺いたいんですがはい 菊野さんが思うこ,のこういう人が美しいなっていう何かイメージとかありますかあるいは逆にもっと具体的に今こういうメイク好きとかでもいいですしそうで,す、ね、でもスタイルもそういうビューティーに関してもあんまりこの人を目標にしてるとかこの人から影響を受けてるみたいなのが本当になくて。うん 自分それこそ本当にもう本当同じ話ばっかになっちゃうんですけど <laughs> 自分が気持ちいい方にじゃないですけどああまあ今自分はこういうこと必要にとしてるんだなとか、うん、まあなんか肌の調子とかもそうですけど、うん、体の調子もそうだし、うん、マインドとかもそうだし、うん、自分には今これが必要なのかなっていうのをその時その時つどつどんか足してったり引いてったりしてるようなのがベースですね。うん でもスキンケアもメイクもだけど本当その日どうかでしかないっていうところありますよね。うん、そうですね。し何か予定なくてもメイクしたかったらするし、うん、予定あってもしたくなかったらしないし <laughs>、うん、っていうような感じなんですけど、うん、でもなんか外側の美しさメイクとかスキンケアとかっていうよりもうちょっと私は運動とかの方にフォーカス今してるかなって。うんうんうん 思いますねうん、うん、それこそコロナ禍で家にずっといるようになってそれまでも運動はしてたけど、うん、なんかもうちょっとやり方変えた方がいいんじゃないかなって、うん、ライフスタイルの変化とともにじゃないですけど前まではそれこそ週23とかだったものを毎日やってみたりとかうん、うん、そういうのは変化としてありましたね。うんうんうん なんか菊野さんがあれですね最近興味あるものって何かあります何でもいいんですけど最近ですか,、うん、か興味あるもの、うん、<laughs> なんか多分みんな菊野さんのお話聞きたい人って、うん、とにかく菊野さんが何考えてるのかっていうのを知りたい人が多いと思うんですよね <laughs> 私の頭の中ですかう<え>そうですね、うん、でも最近 それこそ日本だけじゃなくて海外に住むっていうことに関してすごく興味は昔からあったんですけど、うん、それがより現実的に考えられるようにとか考えたたいなななって思ううんうん、ようになりましたねなるほど、うん、な何がきっか,けですか,なんかそれこそ東京育ち東京出身で東京に実家があるような感じなので自然に触れる機会がすごく少ない、うん。 買ったんですよねで家にずっといるようになって、まあ、公園にたまに行ったりするとその自然のありがたみじゃないですけど自然の中で過ごすってこんなに気持ちいいことなんだなみたいなとかたまに山の方に行ったりとかすると、うん、あ自然っていいな <laughs> 癒されるなっていう単純なうん、うん。うん ところから生まれたっていうのもあって、もっと広くて太陽が照ってて、うん、緑が近くにあって、うん、山登りたいときに登りに行けるみたいな海泳ぎに行きたいときに泳ぎに行けるところに住みたいっていうのが、うんうん、どのあたりとかなんかカリフォルニアですねあいいですね気持ちいいやっぱりずっと L.A. に住みたいなってずっと思ってて、うん、そのサンフランシスコに留学してて。うん 昔っていうのもあるんですけど、うん、カリフォルニアがすごく好きだし、うん、漠然と住みたいなっていう、うん、行くたびにあここもいいなうん、うん、あれもいいなって思うところがいっぱいあって単純になんか天気もいいし、うん、なんか自分の気持ちにより合う部分があるんじゃないかなっっっててて確かに太陽もももあああ海山って。 空がが広いいっていう感じがそ,うそうですね,ね<ー>マンションに住まなくていいみたいなところとかもそうだしもうちょっと生き方として環境に配慮した生き方をとか、うん、そういうところもそうだし、うんうん、そういうところに住んでみると自分はどうなるのかなっていう単純に気持ちよさとかだけじゃなくて自分がそこで。 どういうふうにもっと人間として変化していくのかなっていうところが気になるから住んでみたいああ面白いですねでもそういう考え方、うん、確かに東京いるとなんとなく今のライフスタイルがずっと続くようなイメージだけどやっぱり場所変えるとねきっと生活そのものが変わりそうですもんねそうですね本当に私は東京以外に住んだことがないので、うん、東京以外の日本のどこかっていう選択肢が、うん あまり思い浮かばなくて、うん、だったらもう違うところに行ってみて <laughs> 言葉も全く違う、うん、人種も全く違うところに自分を置いてみたいなっていう挑戦かなって思って、うんうん、それをすごくやりたいなって思ってます、うん、確かに海外行くとなんか日本の自分とはちょっと変わるのはわかりますよねうん、そうですね、うん、なんかもう意識的に変わるじゃないですか、うん、なんかもうスイッチ 切り替えたのかなって思うぐらい、うん、食とかに気をつけてみたりとか <laughs> 急に毎日本当に走ってみたりとか <laughs> そういうのがあったりするから、うん、なんかそれを生活の上でどういう風に自分が思っていったりとか、うん、考えていったりとかするのかなっていうのは気になるので、うん、確かにちょっとなんか一時的に行くっていうのと暮らすっていうのは全然違いそうですもんね、うん、そうですねうん、うん、暮らしてみた時にどう 違うかななみたいな <laughs> <ー>単純に好奇心ですねでもいいですね私も海外住みたいと思っているのでずっと。うん、なんかそれに対してだから何自分は今何をしたらいいかなとかどういうところ努力したらいいのかなとかそういうのを一生懸命考えてます。うん、あいいですねは,い、ではえ菊野さんはいろんなお仕事今されてると思うんですけど。 こ何か,か,ううか,かありますかそれこそなんかコスメに関しての質問とかがすごく多くて普段インスタとかで何スキンケア使ってますかとかなんかそういうのがすごく多いので自分がそういうコスメのとかスキンケアだったりとかそういうまあ健康のこともそうですしそういうのに関しておすすめできる。 プラットフォームみたいなのがあったらすごくみんな嬉しいのかなとかぜひやっとコスメほど <laughs> 思っててまあそうですね、うん、なんかそれについて文章を書いたりとか、うん、なんかそういうのをできたらいいのかなって、うん、自分もやりたいしんかどん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 それこそ私前からその言ってることがあって。 あの自分で買うコスメはなんか動物実験してないとかそういうブランド背景に対して共感できるブランドを応援するようにしてるんですけどそういうブランドがすごく増えてきたなっていう国内でも日本のブランドでもすごく増えてきたしすごくいいことだしそれをなんかもっと自分も知りたいしそれにどんどん。 知っってる人がもとと増えたらいいなと思うし、うん、そうなんですよね美容業界も本当に今すごい過渡期で、うん、環境にいいとかジェンダーニュートラルとか、うん、それこそ動物実験してないとか、うん、本当にブランドさんがいっぱい努力というか、うん、いいことをし始めてるのでその情報の需要っていうのはめちゃくちゃあるって感じてますね。 そうですね。うん、本当もっともっと知ってもらいたいし、うん、そういうブランドがあるよっていうことを知らない人もいっぱいいると思うので、うん、そこを自分が代表してじゃないですけど、うん、こういうのがあるよっていうのをもっと広められたら、うん、より良い世の中にじゃないですけど <laughs>、うん、なんかなるのかなとかも思ったりして。うん、なんか物を買う時とかもあこれいいんだって気持ちよく買いたいですもんね。そうでですね、うん、本当にトータルで 押せるっていうところが一番すよ。その使ってて単純に肌が綺麗になるよとか、うん、そういうことだけじゃなくてプラスアルファで自分が本当それこそ動物実験してないよとか、うん、香りがいいとか、うん、なんかこういうブランドの意向としてこういう香りは機能 こういうい再生したうのコンロなんとかかんとかのを使っててとかそういうのをやっぱ聞くとそれを感じながらそれを使える商品を使えるっていうのはマインドにもすごくいいかなっていうトータルでいいなって思える化粧品を使っていきたいなっていうのがあるのでそういう人がもっと増えたらいいなって思いますね。そ,すねああそれはぜひでもやっっててほしいなって思う需要が絶対あると思うので <laughs> あったらいいなと思いながらます、ね。 んかコスメに限らず他のお買い物とかでもなんかそういう感じですか今なんうそうですよね環境にいいものなのはもちろんなんですけど、うん、本当に買い物をするっていうことが全然私自身なくて <laughs>、ね、それもう本当出会った時から菊間さんずっと言ってて <laughs> <う>買い物あんましないって言って買い物しないんですよね、うん 今あるものをやっぱ見直すっていうのがすごく大事にしてることでまあこれ欲しいとか衝動的になることももちろんあるんですけどその時に本当に必要かどうかそのこのものを買うっていうことに対してお金を出すっていうことが本当に正解なのかっていうことをよく考えるお金の使い方はこの1年でまあ大事にしなきゃいけないなっていう。 収入が減ったりだとかそういうこともいろいろあった方も多いと思うんですけど、うんうん、そこでお金の使い方を見直したりとか、うん、それこそせっかく買うならこういう背景があってこういういいことをしてるよねっていうところにお金を出したいよねっていうのがすごい余計つま強まってるんですよね今昔からそうなんですけどコロナも影響してるのかそうですねココロロナナ影響してますねコロナ、うん で本当に全てがそぎ落とされたじゃないですけど、うん、人間関係もそうだし、うん、自分の持ち物もそうだし、うん、生活の範囲とかもそうだし、うん、本当に必要ないものを削っていくって本当にすごいいいことだし、うん、断捨離じゃないですけど、うん、身も心も、うんまあ、周り自分の身の周りに置くものとかもそうだし、うん、どんどんそぎ落としていくと心も軽くなるんですよね自然と。 っていうのが見えてるから爆買いとかはあんまりないからっていう <laughs>、ね、最近聞かないですね爆買いですよね, <laughs> ですよねコロナで本当に何か必要なものとそうじゃないものっていうのがうそうですね本当明確化したなっていうかう本当人間関係が本当にそれが大きくてそれこそ本当必要ない飲み会に行ってたなとかあまあなんか本当付き合いでみたいなのとか全く 本当性格悪い言い方すると本当全くなくなって本当にしたくなくなったっていうかする必要ないんだなって思って本当それこそ本当人から誘われる回数も減りましたけど菊の家から出てこないみたいな感じになってでも本当それでよくてそれで自分がいいんだったら自分本当にそれでいいから大事なことに気づいた感はあるのでこの1年が。 なんだろう何もできなかった1年ではあったけど、うん、なんかすごく感謝というか、うん、その部分はとても大事な1年だったなとは思います、うん、なんか本当出会った頃からブレない人だなっていう風うに思ってたんですけど <laughs> さらにさらに削ぎをそうとされてパワーアップしたみたいな <laughs> してますかね気がするしてたらいいなと思うんですけど、うんうん、まあしてなきゃね いけないいとと思うしうし、ん、そうじゃないと、うんね、なので多分菊乃さんのこと大好きって思ってる方聞いてくださってると思うんですけど聞いてますか <laughs> 多分菊乃さんになろうじゃなくて菊乃さんの素敵だなって思うところを取り入れて、うん、自分らしく、ね、いや本当そう思うんですけどいいいその私の SNS とかそう YouTube とか見てくださってる方に対してすごく言いたいことがあって、うん、伝えたいことがあって。うんはい まあ、単純に私のスタイルを真似するとか、私の持ってるものとか、着てる服とか、髪型とか、まあ、全然真似するのも全然いいと思うんですけど、私は皆さんを強い人間に育てたいんですよ。<ー> <laughs> かっこいい。なんかこう、メンタルの部分で影響してくれてたら一番嬉しい。それ以外のことは結構、どうでもいいと思ってて、 言い方あれですけどみんなのメンタルが強くなったらいいなっていう,、うんうん、う気持ちですねなんか一人一人のメンタル強くなったらネガティブなななな空気がなくなっていきそうですもんね、うん、なんか相手を認められるし、うん、自分もいいって思えたらそ、うん、そうそうそれこそ私は自分でメンタル強いなって思うし、うん、メンタル強いから。 やっっててこれたなな思う自信な部分もすごくあるけどそれって絶対伝染するから人に影響させられるから私がこう言って何気なく言ったこととかを拾ってもらってそれを芯として心にとどめておいて自分で頑張ろうって思う人が増えればその人の周りにも。 そういう人が増えるし、うん、それが一番いい循環じゃないですけど、うん、なんか展開のしてしていき方、うん、なんか <laughs> なんていうんですかね、<laughs> いいいいいい流れ、いいそれが一番いい流れなのかなって、うん、理想とする形ですね。うんうん、すごい多分私世の中のインフルエンサーっていう言葉にみんな。 あんまり踊らされなくててていいと思っインフルエンサーが持ってるものを買うこととか同じ持ち物を持つことがインフルエンスじゃなくて、ね、マインドにこう何か影響するっていうことが本当のインフルエンサーなのかなと思って、うん、やっぱり海外見ると海外のインフルエンサーって例えばその、うん、女性の権利だったりうん、うん、人種差別のことだったり。 まあ、コロナで困ってる人がいたら助けてあげようよとか,、うん、なんかそういう情報を発信するじゃないですか。うん、日本を見ちゃうとやっっぱりこれ買ったよとかっててどっちかっていうとなんか表面的なあれがなんか目立つというか多いのかなってそれもそれで全然いいし、うん、それに対してダメとかじゃないし、うん、全然いいんですけど自分はなんかそういうふうにしたいなとは全然思わないから。うん そそれこそ本当海外のインフルエンサーの方々見てるとそういうふうに影響力があって言葉に影響力があるっていうのはすごく素晴らしいことだなと思うしそれって絶対期限決められてないっていうかその人が持ってるものだったりとか身につけてるものはに対して自分がいいなって思うのって永遠かなって思うとそうじゃないかもしれないけど。その人が ずっといい人であればずっと追いたいし、うん、その人に対してポジティブに思う感情ってずっと続くのかなって思ってて、うん、自分がそうだから、うん、みんなもそうだったらいいなとか、うん、<laughs> 思ったりしますね、うん。でも多分菊野さんの SNS とか YouTube 見てる方はそれを感じている人もたくさんいるなとは思う。うん そうですねうそうだと嬉しいです、うん、<laughs> はい、はい、じゃあそうですねたくさんお話聞けて本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございました、うん、何か最後に聞いてる方や一言あればぜひ <laughs> 一言あれば <laughs> <か> <laughs> そうですねこれからもともにポジティブに生きていきましょう <laughs> それだけです、うん、そうですね ありがとうございます。ありがとうございました。はいじゃあ、き菊のさん、今後も何かアットコスメでご一緒できたら、はい、ぜひ。ご一緒させてください。ぜひ、よろしくお願いします。はいありがとうございます。今日はありがとうございました。えー、ありがとうございました。はい。